今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は佐川町の道の駅牧野さんの佐川やってきました。あ、牧野さんの道の駅佐川でしたねはい、ここに牧野富太郎と末の顔出し看板があります。いや、 NHK の連ドラやってた時はすごく賑わってたんですが、それもまあ一段落という感じですかね。で今日は3月20日の春分の日で祝日ですが、まあ、車も止められて人もこのぐらいでしたね。はい、では今日はこの西村商店でランチです。結構多いね。誰かお母さんがいてくれる。はい、これで頼めますね。ちょっとこれを見せてください。いっぱいあるね。たくさんありすぎて選ぶのが大変だわ。この西村商店はこの道の駅の一番奥、このエリアがそのお店のエリアなんですが、そこの境の向こう側にもテーブル席があって、そこはフードコートになってるんです。でここの料理を向こうで食べることもできる。であと向こう側にもあのテイクアウトがあるので、そこの料理を持ってきてイートインで食べることもできるスペースになってます。まあでも今まだ12時前ですが、すでに満席ですね。はい、おじいはブリヌタ定食にしました。ブリヌタ、なかなかこう新鮮そうですよこれ。でこのヌタをつけていただきます。ブリでは、ブリヌタやっちゃいます。うん、めちゃ美味しいです。はい、おばあはカツオのたたき定食です。で、これ、あ、たたき、あ、たたきだね。こっちは刺身なのね。で、たたきの方は何でしたっけ、三つ葉でしたっけ、松葉でしたっけ。松葉焼きだそうです。あの普通は藁で焼くんですが、松葉で焼いた。で付き合わせは一緒ですね。はい、こんな感じです。ではたたきをもらいましたのでやってしまいます。ニンニクのスライスを乗せてやっちゃいます。あ、全然苦くないです。今の時期冷凍だと思うんですけど、なんか冷凍っぽくないですね。美味しい。美味しい。うん。全然臭みがない。美味しいです。ここはこのバームクーヘンを作ってまして、これがオリジナルのバームクーヘンです。道の駅内で製造。ヘアミアンドです。はい。で。アイスのお店に入ってます。横畑アイス。あ、美味しそう。これ地元のスイーツですね。松園吉本牛乳ですね。沢渡茶の茶大福。塩けんぴも入ってます。道の駅で買い物してきました。
すりおろし、土佐リンゴポン酢、桜ほうじ茶買いました。かわいい紙袋ですよね。牧野さんの道の駅酒場。車で日高村の芋屋金次郎にやってきました。はい、芋穂芋屋金次郎。ここは芋けんぴを作っている渋谷食品のお店で、これが工場ですね。ここで芋けんぴを製造しています。そこの直販所です。超おしゃれなお店ができております。10時から19時まで。はい、ここでも買ってしまいました。芋けんぴ、おしゃれな袋に入れてくれました。